クリスマスが今年もやってくる。私はぼっちいいです。一人確定どうも、トワルウォーカーです。本日、12月22日です。残り2日で、あの、クリスマスイブやってきますね。一1年ぶりでしょうかね。あの、ぼっちクリスマス確定です。まあまあまあ、そういうこともありますよね。はい。 まあまあ、ぼっちでも全然楽しんで僕は全然いいんですけどね。はい。ってことで、あの、今日は、えー、楽天とかで、あ、楽天で頼んだ、ある商品が届いたので、こちらです。あ、ちょっともう、で、で中身出ちゃってますけど、アイダスの靴です。えー、で、アイダスの靴なんですけど、えー、こちらです。えー、アギゼロ、CS、 じゃあ RC3 です。こちらですね。えで、これはあの楽天で頼んだって言ったんですけど、1年前にステップで、ステップっていう店で買った靴なんですよね。楽天で買った靴はこちらです。同じ RC ですけど、あの、こうです。今流行りの厚底です。え僕、厚底スシューズ買うの,あの、これ初めてなんですよね。 なんで最近こんなに厚底流行ってるんですかねどこのメーカーももう厚底にしようと思う。アシックスもミズノも、とうとう厚底、ミズノか。ミズノ最近厚底にしましたけど。まああの、一回も履いてないんで、あの、なんか否定的なことは言えないんですけど、僕はなん、なんて言うんですかね。薄い方が好きというか、まあこれを履いてないんで何も言えないんですけどね。あの、こっちのね、あの、 薄い、まあ、これもまあ、薄いかって言われれば、ちょっと厚い部類にはなるんですけど、こっちの方がの地面捉えやすくて、僕は好きなんですけど、まあまあまあ、なんか最近ね、この流行りの、ナイキからね、始まった、ナイキの前に確か、なんか別のメーカーが確かやってたはずなんですよ。ちょっと名前忘れましたけど。そのね、あの、ブームがもう、あの、全メーカーに来てるというか、どの靴も大体厚底ですもんね、今のランニングシューズは。 で、あの、悲しいことに、この、厚底作るのはいいんですけど、この薄底の方がどんどんなくなってきてるっていう感じで、もう買えなくなってきてるんですよね。もうみんなこれです。厚底です。あの、まあ、履いてないんで、まあ、これ気に入ったらいいんですけど、もし気に入らなかった時に、次買うやつがもう大体これ、こういう厚底のシューズになっちゃうんで、まあ、継続してこの薄いタイプも作ってほしいなってところはあり,ありますよね。まあ、あの、どちらも新品で、こっち、こっち確かもう、あの、 今年の冬に買ったのかな。で、今年、えー、これが、あの、つい最近買って安かったんでね、あの、楽天でもう先に買っちゃったんですけど、なんでまあ、この2足で、あの、今後は練習していきたいと思います。アイダスが大好きなんでね、もうずーっとアイダスです。もう、中学校、えー、何年三二2年の時からもうずーっとアイダスです。レーシングシュートだけ水野なんですけど、もう、練習用の靴はもうずっとアイダスです。 なんか、足にフィットするというか、な感じで。まあ、これでまた、あの、練習、頑張っていきたいと思います。あの、皆様も、冬寒いですけど、外で走って体温めましょう。健康づくりも大事ですよ。えー、それでは、あのー、まあ、あと2日後、クリスマスイーブなんでね。まあ、ね、まあまあまあ、楽しんでいきましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。